わー、こんばんは。今生誕祭行ってきました。わー、ひろなさんの生誕祭、私も DMM で見てましたすごい素敵な生誕祭でね、とっても。いくのちゃんも 初出演で頑張ってて偉かったですそう、今日が16歳最後の日なんですよ。実は今日が最後で、明日からセブンティーンになります。花のセブンティーン。お昼公演見に行きました。わー、ありがとうございます。嬉しい。そう、今日はお昼にここになって天使はいる公演に出演させていただけてどうでしたか。今日は初めてサイドポニーテールをやったんですけどどうでしたか。ね、そうユニットも何度も狙いがユニットなんですけど、今日で2回目のユニットだったので、ちょっとまだまだ緊張が取れなくて、ね、でもすごい楽しいユニットなので、すごい楽しかったし、でもその分すごい緊張もしてやばかったです。少し昨日の髪型も可愛かったよ。わー、嬉しい。昨日は豚耳ヘアをしました。豚耳です。なんかいくのちゃんの生誕祭だったので、なんかいくのちゃんが好きなものをなんか髪の毛にしたいなって思って、したらいくのちゃんそういえば豚が好きだと思って、メイクさん、ヘアメイクさんに豚の髪の毛できますかってお願いしたら、あ、いいよって言ってしてくださいましたそう、猫耳じゃなくて豚耳です豚耳です。わあ、明日も公演があって、明後日も公演があるので、その度に髪型をね、選ぶっていうか、考えるっていうか、そうしなきゃいけないので、皆さんからいただいたなんかリクエストをずっとやってます。最近はまだねできてない髪型もあるので、いろんな髪型をしてみたいですの公演でファンになりました。わー、本当ですか。嬉しい。昨日はパジャマのライブ公演、わー嬉しい、ありがとうございます。そう、昨日 のユニットが純情主義だったんですけど、その純情主義のユニットをたくさん褒めていただけてて、すごい嬉しいし、すごい幸せな気持ちになりました。なんか明日公演が入った時にメンバーに私が入ってたのはなんか偶然だったみたいなので、そうだから自分からあんまり明日誕生日ですって言えないっていうか、なんか言ったらなんかちょっとなんか自分が主役みたいになっちゃうかなと思って言えずにいたんですけど、明日もね大好きな劇場に立たせていただけるので、すごいありがたいし、すごい幸せだなと思いますね、どんな髪型をしようかな。でも自分の中で今2つあって、どっちにしようかな。どっちかが生誕祭でする髪型で、どっちかが明日の自分の
誕生日に使用したいなって思う髪型で、どっちにしようかなってずっと考えてます。どっちにしようかな、どっちがいいかな。うん、サマステのクマさんの髪型めっちゃ可愛かった。わー嬉しい。そうね、本当はもともとツインテールをしてたんですよ。でもなんかツインテールが私すごい広がっちゃうのでどうしようってなった時に、このグッチもその時お団子、一つのお団子にしてたので、私もお団子にしたいと思ってお団子にしました。だからお団子姉妹みたいな感じで頑張りました。サマステ楽しかった。また今度の配信でもちゃんとサマステのことを話したいので、また配信するのを待っててください。サマステで惚れてしまいました。わー本当ですか、嬉しい、やったー。もっと惚れてください。でもとっても嬉しいです。ありがとうございます、嬉しい、ありがたいですね、とっても。ザーちゃん涙もろいから私もすぐ泣いちゃう。違う、私もなんか泣きたくて泣いてる、ん？なんて言うんだろう、なんか泣こうと思って泣いてるわけじゃなくて、なんか勝手に自然に涙が出ちゃうんです。だからね、なんかそうやってもらい泣きしちゃったって言ってくださるファンの方がいらっしゃって、なんか勝手にね、私もなんかあ、なんか同じなんか類線の強さが同じなんだと思って、ちょっと勝手に嬉しくなってます。昨日もいかのちゃんの生誕祭で、私は本当に泣かないって決めてたんです。本当は泣かないって決めてて、でも私が泣いちゃったら多分いかのちゃんもすごいもらい泣きしちゃうタイプなので、いかのちゃんも多分泣いちゃうと思ったから、私は絶対泣かないって決めてたんですけど、なんかいくのちゃんとはオーディションの頃から、二次審査の時から一緒にいたので、なんかその時こういうなんか佇まいでこういう言葉喋っててとか、なんかいろんなことも思い出して、でそんなっていうか、その時のいくのちゃんと比べると今のいくのちゃんって本当に信じられないくらい、もう本当に何もかもがレベルアップしてたり成長してたりで、もうそれをその生誕祭で改めて実感して、なんか勝手に親のような気持ちになっちゃって、それでちょっとね涙が出ちゃったんですけど、もうどうしよう。ね、正直今自分の生誕祭がちょっと怖いんですよね。もうどうしよう。目標は泣かずにちゃんと自分の思いを伝えることが目標です。なのでね、頑張ります。ね、そう10時にちゃんと寝るいかのちゃんが可愛い。そう、これは MC で言ったんですけど、お話ししたんですけど、その合宿の時のお部屋がいかのちゃんと同じだったんですよ。でその時に結構そのルームメイトが4人くらいいて、その中の1人のいかのちゃんがもう年下みたいな、圧倒的な年下で、
だったので、もうなんか私たちは結構というかいくのちゃんに比べると年上だから先に寝ていいよって言ってたんですけど、いくのちゃんはやだ練習するって言って一緒に練習してくれてね。でも途中でちょっと休憩するって言ってソファーに座ったまま寝ちゃっててそうで、さすがに風邪ひくからこっちてかお部屋で寝ようって言ってお部屋に連れて行って行こうとした時に、でもいや、やっぱ眠くなくなったとか言ってまた練習始めて、して気づいたらいくのちゃんがいなくなってて、あれどこに行ったんだろうと思ったら、あのお部屋に寝室に行ってもうコテって寝てました。もう今でもずっと覚えてます。とっても可愛い。そう、あの時のいくのちゃん小学5年生6年生とかだったから、そんなね、まだなんか年齢でここまで頑張ることができる子って本当にすごいしね、そう根性があるなと思って本当にすごい可愛い。本当にそうだ、いくのちゃん今日目撃者初日だったから、もうずっと緊張してて、あのココテン の, あのリハが終わってメイク時間があって公演に行くっていう前 の, そのメイク時間の時に、時間が1時間半ぐらいあってメイクする時間が、でその間に、みんなメンバーとかはメイクしたりとか髪の毛したりとかしてたんですけど、いくのちゃんはもうほんと一番にメイクを終えて 20分ぐらいでメイクを終えてちょっと練習してくるって言って練習場に一人で行ってずっと練習してたんですよ、目撃者を。そうで、もうなんか今日はもうメイクしなくてもいいっていう気持ちで来たって言ってたぐらい、もう目撃者初日を全力で頑張りたいってずっと言ってたから、もうなんかそれにも感動して、なんてなんかすごい子なんだと思って、本当にすごいと思ってね、びっくりしました。本当に頑張り屋さんすぎて、してヒーローとイカノちゃんはずっと連続公演が続くみたいなので、そう、もうゆっくり休んでね、欲しいです。本当に偉すぎるね、素敵すぎる。イカノちゃんずっと今日の公演がある時もなんだっけ、そのね、今日のいくのちゃんのココテンのポジションが2つ目じゃない2回目のポジションだったみたいで、それも不安だって言ってたのに、それに加えてまた目撃者の初日ってなるともっとそんなハードルも高いしね、メンタルっていうか気持ちの面でも余裕がないと思うのに、あんなに頑張ってて本当に偉いなって思いました。本当にすごいここでも多分いくのちゃん4ポジぐらい覚えてるから、それを思い出すのも大変だしね、本当にしか昨日のここでもいくのちゃんはずっとシンポジで天使の尻尾やってたので、もうずっとシンポジでもう本当に寝てるのか心配になっちゃうんですけど、本当に偉すぎて年下とは思えないくらい頑張りがすごくて、ちょっと私も頑張らないとなって思いました。本当に偉いね、すごいね、もうなんかそう、もう多分私もそうだったんですけど、シンポジの時って気が気じゃなくって、あの立ち位置とかもそうなんですけど、振りとかも今までやってた立ち位置と違うし、もちろん立ち位置のなんか立感とかも全く違うから、本当にねシンポジってもうその日は朝起きた時からもう胃が痛くなるくらいすっごい緊張するんですよ。そう、でもそれを毎日やっていくのちゃん本当にすごい、偉すぎるね、本
当に。なすぎる。明日はパジョドラで何のユニットをするでしょうか。いきなり。ね。ルッキーの関係性ってめっちゃ素敵やね。見ててほのぼのする。わー、ありがとうございます。嬉しい。なんかよくルッキー生すごい仲いいねって言っていただけることが多くて、なんかそうやって言っていただけるっていうか、その皆さんがそういう風に感じてくださってるのも嬉しいですし、本当にルッキー生ってすっごい仲がいいんですよ。だからなんかルッキー公演の時とかもそうなんですけど、なんかそういう時にすごいなんかルッキーの絆とかを感じたりしてすごい本当にルッキー生といられる時間が幸せでたまらないです。誰といてもおしゃべりが止まらなくて、落ち着ける空間でね、本当に大好きな存在です、ルッキー生。ねえ、本当にロッキー公演もまたどこかでできたらいいですね。頑張ります。そうだ、今日はココッペの365日、1年記念の特別配信をショールームで配信してて、その配信にお邪魔しました。今日はたこ焼き配信に、たこ焼きを5人でミナリンとグッチッチと、あとはココッペとひなたんとハンちゃんと私でたこ焼きパーティーをしました。うん、すっごい美味しかったです、たこ焼き。でも多分なんか5人とも6人ともあんまりたこ焼きを使ったことがなかったんですよ。だからなんかみんな、どうすればいいのみたいななってたんですけど、みなが、あ、これはこうだよ、これはこうだよとか、すっごいなんか指揮をとっててかっこいいってなりました。すっごいかっこいい。手順をあんなに理解して指示してって本当にすごい。そうだ、もうやっとサマステの瀬戸利の歌を歌っていいんだ。この前の配信の時ずっと歌いそうになっちゃってて、特にラブ修行が、すごいラブ修行が好きで、だからなのでそれをできるってなった時はすっごい嬉しかったですし、人を好きになるって切なくつないものね、あの日からあなたにラブ修行を。そう、もう本当に大好きな曲でいっぱいの瀬戸利で、そう、でもその分初めての曲が多かったので覚えるのがちょっと大変だった時もところもあったんですけど、でもそれ以上に大好きな曲をできてすごい嬉しかったです。なんだっけ、ゲッチュ、そう、花さんとグッチッチと3人で昇格させていただいた、チーム K4 に昇格させていただいたグッチッチと2人と、あとキャプテンの花さんと3人で一緒にゲッチュを披露させていただいたんですけど、どうでしたか？なんか楽屋で宙縛りで瀬戸利を考えようってなった時に、どんな曲にしようってなった時にゲッチューが出てきて、この曲ついにできる日が来るんだと思ってすっごい嬉しかったですし、しかもそれが花さんとグッチューちょっと3人でのっていうのもなんかすごい嬉しくて、でも嬉しかった。ワンチャンスワンチャンス構わない、ワンチャンスワンチャンス夢でも出会えて幸せ。
ね、本当にあの月中を練習してた時にあの花さんがあのグッチッチと私を連れてあのなんだっけ教えてくださってあのダンスを細かいとこまで教えてくださってそしてなんか分からないとこあれば聞いてねって言ってくださってもうすっごい優しかったですしもうすっごいなんか花さんがキャプテンでなんかすごいなんかすごい頼もしいなって思いました。すごいなんかサマステのリハ期間中すっごいそれを感じてすっごい嬉しくなりました。そうゲッチめっちゃ楽しかった。わー嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと待ってよ、ループしてるの嘘な、最近ループしてなかったのに。うわぁ、なんでだ。あ、来た。あ、おかえり。あ、よかったよかった、ただいま。ねえってきた、よかった、ないまです。ね、もうずっとループしちゃうので私の配信よくもうね、ということでちょっと今日はちょっとの時間だったんですけど今日はこのここまでの配信に します。すごい短いんですけどでもこうやって16歳の最後の日にこうやって皆さんとお話できてお話を聞いていただけてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。明日はパジャマドライブ公演とあとは自分の誕生日を楽しみたいと思います。そう、最近そうだ、昼夜公演だったり公演とかがたくさんあって皆さんも多分移動したりだとか DMM 見たりだとかできっと目とか体とかが疲れちゃってるかもしれないので皆さんもたくさん休んでくださいね。ということでじゃあランキング読みます。13位たっくんさん、ありがとうございます。12位むらきちさん、ありがとうございます。11位はちさん、ありがとうございます。10位はちさん、ありがとうございます。9位しのぶさん、ありがとうございます。8位ベイビー5203、ありがとうございます。7位すばるさん、ありがとうございます。6位つよし12秒さん、ありがとうございます。5位つかささん、ありがとうございます。4位ゆうすきさん、ありがとうございます。3位 MJ じゅんやさん、ありがとうございます。はい、ハート。2位ゆずぴさん、ありがとうございます、ハート。1位は福岡のにゃんぴさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ハート。ふうハート飛ばしましたということでありがとうございました。皆さん明日も公演を楽しみます。皆さんも一緒に楽しんでくださったら嬉しいですじゃあまた明日お会いしましょう。もう今日で16歳はおしまいです。わー16歳の私さよなら次会う時は17歳ですが、また元気にお会いしましょう。じゃあありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。お、こっちか。ありがとうございました。またね。ひろしとななちゃんでーす。最悪。最悪なんですけど。はあ、いいね、ひろし。
よくないよ。今ナナちゃんはご飯を食べてて、はい、ひろしは泣いたい。ガク。ひろしは今エンジョイしてます。してない。エンジョイしてます。ディズニー行ってます。ね、私どこやったっけ、うん、また泣くなこれ、ね、あ、ありがとう。これ著作権ほんと著作権なんか怖くない？ダメかな、怖くない？ディズニーってどうなの。確かに。ダメ、ちょっとエンジョイしすぎだって。ねしてない。嬉しい。沢ちゃんは何歳になるんでしょうか。私は、うん、花のセブンティーンになります。やばいです。やばいよ、もうすぐ あと2時間ぐらい、うん、そうだね、うん、確かに今9時半だから。やばいよ。やばいです。わお。じゃあちょっと2人から、うんうん、あのいろいろ私のことについてちょっと、うん、あのラブラブなねエピソードを引き出していきたいと思うんですけど。怖い怖い怖い。始まった。じゃあ、うん、まずはひろしどうですか。もう丸投げ。丸投げって何何何て言ったっけ。あのラブラブなエピソード、私ともラブエピお願いします、うん、ラブエピちょっと一番ってかよ。もうすぐこういうこと言うのか。やろう、ラブラブエピソード、うん、でも、うん、ホテル、うん、あの遠くお仕事とかで遠くに行った時とか、うん、ホテル、うん、多分一人の部屋が怖いんでしょ、うん、バーチ。いや怖いんじゃなくて起きれるか不安なの、うん、あ、そういうことか。そう、起きれないの私一人で。なんかさ、いつもさ、あのヒーローの部屋行っていい。出ていい。そう、頼っちゃうんです、うん、そう、でもね、あのいつも私は結構最近早起きできるようになったので、うん、あのずっとそう、もうできると思って、うん、ずっと一緒に奈々ちゃんとも2人で泊まったりとか、うん、3人で泊まったりとか、うん、そうしたんですけど、うん、私は一番最初に起きれたことがないので、うん、17歳はちょっと一番に起きて、うん、2人をちょっとまだ起きてないのって言いたいです。あ、じゃあお願いします、ね、お願いします、はい、じゃあ私アラームつけないから。怖い怖い怖い。全部お願いします。そう、でも最近ずっとね、さすがに、うん、こうやって遠くとか行ったりした時に、うん、誰も頼れる人いないってなった時に怖いね。そう、怖いから、あの起きる練習してて、目覚まし時に3つえおそうマジで。そう、しかもに、うん、アラームによって、うん、あの感覚が違くて2分おきに設定してるのと3分おきと5分おき、それはもうなりっぱなしやん。そう、だから嫌でも起きれるから、うん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 、最高なの。そう、プラスお母さんが時々あの起きれてなかったら起こしに来るから、でもそれでも起きれてるの今アラームで、ね、だから多分もう今ね2人をこうやって行けると思います。おー、そう、すごい。でもうちマジ秒で起きるよ。え、そう、早いよね。あの確かに歌で設定してるんですけど、うんうん、その歌の、うん、歌の始まりで起きる。すごい。マジ？なった瞬間、あ、寝てますかそれ。眠りがくそ浅い。あ、そうなんですか。とても浅い。そうなんや。そういう日もあるよね。そうだよね。そういう日もある。でもなんか奈々ちゃん私と一緒に、うん、あの私起きれないから、うん、2人で泊まった時に、うん、なんか奈々ちゃんが先起きてて私を起こしてくれたいんだけど、うんうんうん、その時に私が起きた時にもうなんか、うん、ポット給水ポット持って、うん、もうスープ作ってすごい優雅ね。でもさ、なんか寝起き良いよね。良い、もうなんか、ね、もう起きた瞬間からさ、うん、活発な感じじゃない、うん、全然なんか不機嫌とかじゃなくて、うん、なんか朝に不機嫌なんかじゃなくてパッて起きて、え、すごいよ、うん、ね、なんかさ、だいたい起きたらさ、そこいつものモードになるまでさ、ちょっと時間かかるやん、スイッチ入るまで、うん、それがない。そう、寝てないかも。寝てないよね、絶対に。じゃあ寝てない、ね、寝てないんだ、うん、すごいね、でも、うん、でもメリット大きくない？確かに早く起きれるって。でもなんか無駄な音で起きるかも、うん、あ、なるほどね、確かに小さい音でも起きれるってことか、うん、そういうことか。なんかさ、寝相悪い人とかからさ、うん、足バンってされたら起きる？うん、起きる、絶対起きる。そうなんや。なんか寝返りとかで起きるかも。あ、そうなの。自分の人
どう自分はちょっともうとぼけてるって、もう3人の前でとぼけるんですよ、ね、違う、ヒロシナチュラルヒロシさん、ナチュラルヒロシさん、確かに、いそうだね、同じ名前の人いますか、ね、あ、どなるとフィールイン、ね、面白い面白いモガヒーザー、うん、みゆちゃんはひーちゃん、ななちゃんとよく同じ部屋で寝るの、なんか相部屋とかじゃないんですけど、うん、単に私が一緒にいたいので、うん、一緒にいます、一緒にいさせていただいてますこの前もなんか、うん、何だったっけ、何かの、うん、あのお仕事の後、うん、3人でお部屋集まって、うん、1時間ぐらい話し込んでた、うんうん、あれじゃない、歌唱力じゃない、え、うん、歌唱力はコンサートか、あの握手会、あ、握手会の時か、うん、なんかでもそれ、ご飯いつも食べるよね、うん、そう、集まってコンビニとかで買ったご飯を3人で集まってよく食べてるので、うんうんうん、行ったりご飯食べたりするよね、そういう時、うん、ね、食べに行ったりとか、そう、でもなんかめっちゃ話し込んじゃう、確かにすごい、うん、眠いけど、うん、え、分かる、話すみたいな、いつもそういう、そうなんです、そんな感じ、嬉しい、だから今日16歳最後なんですけど、うん、この大好きな2人と一緒にいれて嬉しいです、イエーイ、わー、しかもすごいじゃん、あ、お、そう、あ、 X なんか X か何って思ったけど、 Twitter、 うん、え、もうさ、 Twitter のことってさ、もう X って呼ばないとダメ、そういうこと、 SNS 何やってますかって言われてさ、うん、インスタと X をそういうことなるとかかな、かっこいいよね、 X、うん、あ、そうなんだ、ありがとうございます、うん、そう、あの私の大好きなバニラのアイスを買ってくれたんです、うんうん、後で食べよう、みんなが、そう、嬉しい、あのアイスなんか何がいるって言われて、うん、バニラが欲しいって言ったら、うん、ハーゲンダッツのバニラを買ってくださったんです、わー、二人が、うん、優しすぎる、だからちょっと一口一口噛み締めて食べたいと思いますそんな思い入れね、ありがとうね、アイス、逆にありがとう、ありがとうね、うん、ね、優しい二人とも。じゃあ次はナナカの番じゃない？あのラブラブラブラエピソード、あ、そうだな、もう終わった、ちょっとさ今さ逃れようとしてましたよねいや、こうやってね、うん、ずっとね、今ステーキ弁当、ステーキのお肉がね、なんでそんなそう、食べてるから忙しいかも、そう、今じゃあもう一個つけてるので、え、待って、うん、ちょっと今怖かった、ちょっと一瞬終わるまでちょっとまだ時間があるかも、なんか今あの時間が、うん、ななちゃんも食べてるから、うん、もう一個エピソード聞き出そうかなと思って、じゃあ逆に私の好きなところを、うん、もし16歳だから16個終わった待って、しかもさ逆にとは何も逆じゃない どこの逆ですか、そう、でもラブラブはさっき言ってくれたから、うん、逆に好きなとこ16個やばい、ちょっと本当本当、え、それさ、あの次さ、ナナカのターンあるよね、ちゃんと、うん、え、でもあと16分かけてこれ食べる、うん、いや、ちょっと私の配信が終わる時間に合わせて食べ終わろうとしてる、最悪、ひどい、最悪ですね、恥ずかしいやん、みんなに言うのは、あ、まあ確かに、そんな軽い言葉になるよ、まあ、確かに、可愛いとかになるよ、16分、うん、あ、確かに、うん、でも多分この2人はずっとよく一緒にいるので、うん、深いところまで結構ハードル上がってます、行ってからしたらと思うんですよ、うん、あのちゃんと私の好きなアイスがもうバニラって分かってくれてるので、うん、その時点でねなんかキャラクターに囲まれてる本当にテーマパーク来たみたい、うん、ちょっとさびっくりよね、いや、なんか可愛いは軽いっていうか、なんて言うんだろう、うん、可愛いはさ、もう可愛いやん、うん、
誰が見ても分かるから嬉しい。なんかそれはちょっとね、どうなのかなみたいな。嬉しい、やった、嬉しいか、ちょっと耳入ってきた。ちょっと、ちょっと、なんで、何を、何を、怖いんですけど、なんで、うん、いいと思うよ。あ、ほんと、よかったね。え、7ラウンドって言われてるの？7ラウンドって言われてないんだけど。7ラウンドは言われてない。ちょっと7ラウンド初めて会ったよ。でもさ、7ラウンドはまだ可愛くない？なんかさ、ひろしさんと私がなんか7ラウンドみたいな。ひろし定着してる。もう、ニューラウンド。ひろしなの。スクショさせてだって。ディズニー帰りやん。確かに。いつか行きたいな、3人で行きたい、ね、おいしいなでも見て、モスクで食べ終わる人やばいよね全然お腹空いてなかったのに。そうなの、モスク聞けるよ。あ、ほんと、うん、じゃあちょっと早くラブラブのエピソード聞きたいな。あ、すごい待って、うん、遅くなった、バリスピード落とし、ローペースになった、うん、ディズニー行きたいな。ね、ね、ディズニー行ったことある？うん、ある、 C しかない。あ、そうなん、うん、楽しいよね。違う、違う、うわ、うわ、うわ、やっぱ絶好調。違うよ、今のはなんか明日17歳になるけん。違う、今のは今のは違う、今のは普通に楽しいから。違う違う違う、あー違う、ダメだダメだ、一回外そう。外して変わりますか。違う違う、本当にね。そう、じゃあランド行きたいね。確かに行きたい、ね、絶叫系乗れる？大好き。あ、そうなの、うん、もうそれは最高や、うん、いや最近で乗れるかな。うん、じゃあ最高だね、うん、嬉しい。そう、またユニットが何度も狙いで、うん、最初、うんうん、これがあるの、これがうまいって言われたの。あ、でもなんか言ってたよね。そう、言われたんですよ、うんうん、上手って。だからちょっと披露しますね。あ、すごい。16歳最後の最高、最後、はい、チャチャチャラチャ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 ラランちゃ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 、うわうまー、アイスレーマー。じゃあ、あれもうまいよね、この、あ、これそう、うん、ちゃちゃ16歳最後の配信です。やばいやばい、こんなことしちゃった、こんなことしたことないのにそう、じゃあ次は誰がする？え、待って、アイソレ、うん、じゃあ次ナナくんっていいんじゃない？ご飯も食べ終わった、あ、食べ終わってる。あ、待って、まだ愛されの前でちょっと聞くことがあった忘れてた。そうだった、ザキとのラブラブなエピソード、うん、聞きたいな。ラブエピ、うん、ちょっとね、さっきからさ、もう略すやん、なんか、なんやろう、うん、あ、ごめん、うん、あ、なんだろう、エピソード？あ、どうすな。待って、何系？でもななちゃんが一番思い出に残っとることは、うんうん、ラブラブの、ラブラブとなるとちょっとないかもしれないですけど、もうじゃあ作っちゃう今。あちょっとグーです。あ、ネイル可愛い。うん、かわいい、ね、でしょ、出る、かわいい、かわいい。え、ラブエピじゃないけど、うん、MV 撮影の時に君はもっとできるの、うん、前日に2人で東京を散歩しました、うんうん、そう、最高やん。スタバ飲んだよね。あれ違う日やったっけ？それ違う日。あれ、スタバは、スタバは違う、うん、スタバはさ、3人でいたらさ、もう一人が飲みたいって言ったら、うん、もう二人と も, もうそれ流されちゃって、うん、結局三人とも飲んじゃうっていう話。それいつ？いつもじゃない？あ、いつもね。あ、いつも、普段の話、普段の話。それは、いつだっけ？って思った。そう、
え、ね、最近ね、スイカ飲んだんよ。めっちゃ美味しい。やばいらしい。めっちゃ美味しい。し。ちょっと笑ってみさ。私、何も言ってないから耳つけよう。スタバ、え、スイカ…え、まんま？スイカな感じだった。なんか果実がめっちゃゴロゴロしてる感じ。ちょっとね、苦手なんですよ。なるほどね、好き嫌いがね。そう、スイカさ、めっちゃ好きでさ、一人でさ、半玉ぐらいいける。マジで？マジ？本当に？すごい。そう、本当に、うん、すごいね。美味しいよね、ドーナツとか。そう、よく3人で食べる。行くね、行くね。そう、食べ、ミスドの新作出たら毎回、ね、はい、出ました、新作。あ、そうだ、あれじゃん、フレンチクルーラー。え、まだ食べてないよね、新作。そう、え、ちょっと発表していい？え、食べます。はい、やってます。裏切り者がいます。約束したのに。裏切りです。ちょっとごめん。え、美味しい？美味しい、美味しいよ。いいなぁ。そう、美味しい。あとさ、なんかさ、サンティアンかなんかのキットカットのやつも行きたいねって言ったけど、結局行ってないよね。確かに、意外とさ、あれ、うん、でも行きたいとこありすぎて。そう、分かる。行けない。新作には目がない。うん、間違いない。分かる、分かる。もうすぐなんじゃないの？本当だ、あと8分。やばい、やばい。私の16歳があと8分だ。皆さん、8分だよ。裏切り者のヒロシ。もうダメ、もう拾っちゃダメ。なんかもう、ヒロシさんやね、うん、ダメ、もうダメ、ね、禁止。すごいね。あ、ね、じゃあどうしようかな、好きなとこ言ってもらおうかなって思ったけど、でももうエピソードをね、いっぱい言ってくれたからもう満足です。ですよね、うん、だよね。そこで満足してもらわないとちょっとね。でもさ、改めて考えると3人で配信するって何気に初めて。え、確かに、ね、あ、でも初めてか。初めて、初めて、ね、こんなに一緒にいるのに初めて、なんだかんだ、うん、ね、ね、ほんとね、なんか新鮮な感じ、うん、面白いね、うん、めっちゃ話せる、嬉しい。なんかさ、冷静に見てみて、自分たちのこの画面面白くない？なんかディズニー行ってないのに帰ってきたのに行きたね、なんかディズニー以外で行きたい人今日行った人やん。完全に。てか3つもあるのすごくない？確かに、うん、ね、冷静に考えて。おかしいやん、だってこの浮かれてる3人。確かに、めっちゃ浮かれてる。ディズニー帰りで一生余韻浸ってる人たちみたい。まあ、でも今日は私が16歳最後だからっていう理由で全部流してもらえるから、うん、オールオッケーね。待って、うん、ななかちゃんの頭だよな。そうです、そう、ドナルドの帽子です。そうですよ、残念ながら。かわいい帽子です。ナマコか、ナマコやばい。あ、でも淡いから海かな、うん、ちょっとなんで、ひどいよ。静かにフェードアウトです。ナマコって何？海の、うん、魚、うん、みたいなやつ。なんか名前知ってるけど、絵体が分からない。なんか変なナメクジみたいな。あ、そっち、多分、多分。違ったら申し訳ない。水族館とかで、うん、なんか触る体験とか。ふにゃっと体験。ぷよぷよ系。ぷよぷよか。もがみナマコって言わないでください。ちょっと言われてますよ。もうやばいよ、あともう皆さんと過ごせるのも6分になりましたよ。16歳最後だよ、やばい。でも私が16歳になって一番嬉しかったことは、ファンの皆さんと出会えたことと、うん、あとはこうやって素敵なメンバーに出会えたことがすごい幸せだなと思います。なので17歳もこの、なんだろう、ありがたい存在っていうか、こういう素敵なメンバーだったり大好きなファンの方々への感謝を忘れずに、17歳はもっと活躍していけるように頑張りたいです、うん、出てる間になんか遊んでる。違う、だってね、聞いてた聞いてた聞いてた、ちょっと聞いてほしくてさ、途中で自分の名前アップしてた。ななちゃん
こういうことするんだから、ほんとにセブンティーンやばいよね。え、すごいよ、セブンティーン、うん、もうセブンティーン歌います。え、ほんとよ、セブンティーン、いいなカメレオン女子高生側やない？あ、ほんとだ。どちらかというと次、明日は配信しますか？明日は配信します、うん、おお、やっぱ当日はね、したいよね、うん、多分公演後とかになると思うんですけど。そうだね、明日も公演だね。そっか、パジャドラ、目撃者、うん、目撃者、うん、パジャドラ、うん、パジャドラ、パジャドラ、うん、はい、すごいね、7回公演です。本当にすごいね。4日間今連続で公演が今日あるんですけど、うんうん、今日、昨日から、うんうん、7回行ってるそうです。本当にすごい、休んでください、ちゃんと。マジですごいよ、はい、うん、偉すぎる、本当に、うん、ななちゃん、なんか今グッチからボイスメッセージが届いた、うん、気になる、めっちゃ気になる、聞きたい。でも、うん、特に会話してたとかじゃないの？急に？急に、今急にボイスメッセージ来た。なんなんやろ、なんかキュンキュンしてきた。ということで、ちょっとなんかキュンキュンしたいって。やばい、怖い、やばい、怖いもん、流れ上手。あと3分とかなんだよ、やば、なんかキュンキュン。じゃあやっぱ年齢順で、うん、黙ってやばい、全部なんか初手いかさせられるの。3分しかないんで、まあ、まあ、ウルトラマンが買えなきゃいけない、じっくり、うん、じっくり使っちゃっていいよ。え、なんでなんで。え、ちょっと先にさ、お姉さんの意見聞きたいの。いや、年齢順だから。あ、じゃあ名前順。やられた、最悪、最悪。ごめん、ごめん、え、間違えた、嬉しい、嬉しいよね、びっくり。もうほら、急いでって言われてるよ。ごめん、ごめん、急いでって。え、なになになに、キュンキュンした話、うん、今ね、3人で集結して配信していることがキュンキュンするよね。確かに、キュン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 。はい、どうぞ。あ、やば、待ってきた。なんで迷ってるんですか？あと2分だって。ね、うん、ちょっと、うん、あ、じゃあ今の気持ちは？いや、なんか、うん、あの、あ、今の気持ち、うん、私に楽しいです。あー、よかった。けど、あの、ザーチのエピソードを言いたいけど、うんうんうん、あの、言っていいかを一回聞いて、うん、言わないといけないから、うん、ちょっとね、まだそんなね、言えないの、簡単に。なるほど、今ね、いっぱい頭に浮かんでるけど、うん、とっておきなのよね。本当かな、だけど、それを言っていいかを一回確認しないといけない。本当に、本当に、だからそうか、ちょっとそこを確認してから言いたい。わ、うん、かった、じゃあ待っとくね、うんうん、待ってて、うん、じゃあ、じゃあそれは17歳になってからも楽しみなの、うん、やった、楽しみ。じゃあちょっとそろそろ時間が迫ってきてるので、うん、13位から発表します。はい、13位、ほほえみポップコーンさん、ありがとうございます。経験直して。おー12位、お、イケミンさん、ありがとうございます。11位、フルキャパさん、ありがとうございます。10位、フークロさん、ありがとうございます。9位、エスト&Hさん、ありがとうございます。8位、ベイビー520さん、ありがとうございます。かっちゃん、ベイビーがね、びっくりした、何言ってんのかと思った。7位、しんすけさん、ありがとうございます。アピールした。あ、6位、イギータさん、ありがとうございます。5位、リュウキシポンポンマルさん、ありがとうございます。4位、ラブリー48アナ46さん、ありがとうございます。5位、3位、あ、3位、タモちゃんさん、ありがとうございます。2位、MJ ジュニアさん、ありがとうございます。ハート。1位は福岡のりょんぴさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。急遽、2人にも参加していただいて、すごい楽しい時間を過ごしました。